堀川運河は、宮崎県日南市の広たり川と油津港とを結ぶ、全長984メートル、幅約30メートルの運河。江戸時代初期に木材を運搬するために改作された。堀川運河と堀川橋江戸時代初期、日本国内の政局が安定し、建物の建築が盛んとなり、木材の需要が高まる中、伊東市帯藩は良質の杉材である、帯杉を、 日本各地に供給していた。領内の山中で伐採された木材は、広渡り川を下って川口まで運搬され、川口から中山地である油津港までは大雪花と呼ばれる岬を迂回し、約5キロメートルの距離を海上輸送しなければならなかった。また、油津港はしばしば台風に襲われるが、船を避難させる場所が少なく、船数を増やすことが困難であった。 このような状況を改善するために、当時の帯藩主、伊藤由美が、運河の掘削を命じ、1684年1月21日に着工した。地盤の固い場所もあり難工事であったが、1686年4月17日に完成し、木材輸送路や船の避難場所として利用された。1903年に、石像アーチ橋の堀川橋が架けられた。 1913年に帯油津間に県営鉄道が開通し、水運が衰退するとともに次第に使われなくなり、1955年頃から川底におでが溜まったり、一部が埋め立てられるなど、後廃が進んだ。1985年頃から観光資源として注目されるようになり、堀川橋を含めた環境整備が進み、歴史的街並みで知られる観光名所となった。 1992年には、堀川橋を物体として映画、男は辛いよ虎次郎の青春の撮影が行われている。ありがとうございます。